ナンバー3は早くお届けします。5分で切れたからね。早く喋ります。ほいでね、そこで一服しとって、エキスフロントの前で動いとんな。ほいで、喫茶店で入らんでね、用を使うから、タバコ一本買って、ほいで、今日は岸野田と南海電車で帰って、岸野田と多摩でからね、そこでスーパーで寄って帰ろうってなったんですわ。俺ね、そこでもう、タバコと、あそこでタバコ3年生、喫茶で2生で、もろもろビール飲んだし、6000ないんですよ、もうそこでね、現金が。いこがにしろ、何しろ。だから今日はね、買い物ね、8000、9000ぐらい買いましたわ。だから3000円プラスしただけ。だから普通その金ないんですよ。それで3000円も買えないって、帰るだけ。だから今月は食い物も全部買ったし、だから、そういう流れになりました。私としたら、足ね、家潰したんですわ、昔。仏壇屋に勤めたふりをしてね、プロミスとか、従業員になったふりして、第一発目からね、60万ぐらいかかってさ、親が払ってね。で、またこっち来てから60万借りて、みんなの流れは一緒ですわ、60万借りて。で、2回目も払ってくれた、親が。ひどい人は800万円、パチンコ、大型トラックの息子ね、払ったって言うとった。そういう人もんですわ。ほいで、押し合いにくるぞ、わからんな。ほいで、2回目でね。ほいで、とうとうホームレスになったんですよ。親が、私、ね、年取ったからもう食事作る82やからね。もう嫌やからもう、夜に入るって、わしどうすんのって、その時仕事してなかったら、ほんならあんたに年金やろうやって、行くわ、行くわ。それから、生活保護が1回目で受かってね、偶然にね。どっかテレビとかそういう人がおったから。そしたら捕まりました、車の中で。で、そこからね、生活保護が1回目、2回目が平野、3回目が、どこだ、まあ、あっち点ってこっち点ってね、住の家、4回目が花園とかね、平野とかね、世界の時は2箇所落ち着いてくれた。なんとか物産ってあるし、管理物産。だから、ようなりましたわ。だからそれね、10年かかってんですわ、10年。だから、インターネットで金持ちになろうと思って、ほいで、確かにいいことが起きてます。ロサンゼルスの、あとは言いません、ロサンゼルの、大豪邸の、こう、引っ掛けました。向こうから寄ってきたんですけど。だから、いい格好もね、要するに、わしはインターネット23年キャリアですわ。1998年から。だから、使えるの6000円で買うんですが、3万ですよ。だから、それ見た人びっくりするでしょ。で、芦屋の女の人も引っ掛けたんです。デートしようや言うて。で、神戸のね、一人、独身のおるけど、それも引っ掛けてもデートしようって、お供さんってもないしね。もちろんそんな、すぐはダメ。ほいで、トルコ坂のね、彼氏おるのも出してるで、大島とか一番ファンやけどね。ほいで、だいぶ良くなりました。だから、今後活躍しますんで、皆さんよろしく。そういうことです。治りました。多少ね、多少。だから、300万とも使った人に比べれば、1000分の1も、その人ね、子供の学資保険ね、あんこを言うて、土型でね、どこだよね、建築校でね、生き抜いただけで大したもんですよ。福祉のお父さんが死んだらしいですよ。引き返しだからだって、細いからだって。その人5万5千しかないんですよ。年金が。計算してください。ほいで、1000万ぐらい返したらしいですわ。大学のあれ、学資保険。ほいで、とうとうその人もね、家賃が上がるんですわ。公団用の30年も30年だったら。ほいで、経営を持ってるからね、正直、経営を払う。